夜、月神社は、奈良県天理市にある神社である。旧社家具は孫社。夜時神社とも書かれ、八月、や、時などとも読まれる。おとぎ集落の北端に鎮座する。式内商社、山和国山部軍夜時神社の論社である。夜月は、お月の御社とする説もある。全国にある、八剣神社との関係の可能性も考えられる。祭神は、竹見和知の地。 姫大臣、共通種名、雨の小屋根の命。おとぎには、元は夜時と神社と春日神社の二社があったが、夜時と神社の社地を約400メートル東南の竹の内の見松会計と交換し、おとぎは、春日神社一社のみとして、社名を夜時と神社に改めたものと伝えられる。おつき村は、古くは、幸福時代上院を呼び、春日大社領のおとぎ僧で、そのため、 春日大臣を当地に誕生したものと見られる。約200メートル北に東の陸ク古墳、約300メートル北西に西の陸ク古墳があり、当地も宮山と呼ばれ、古墳を作兵して神社を造営したと言われている。春日大社との関係が深く、江戸時代末期まで蓮の極という神仙を献上していた。春日大社からは古くなった社殿。 鳥を60年ごとによる月神社に歌死して使用させる伝統があり、欧永13年には春日大社の第四殿を歌死されている。また、干渉2年4月6日には大乗院の神尊が参敬に訪れている。現在の本殿は明治39年に春日大社から移された建物。西には神宮寺である従来五堂があったが、現在は おとぎ集落中の薬師堂に移されている。拝殿はこの地方では珍しいかやぶきである。ありがとうございます。